はい、どうも皆さん、こんにちは。パチです。今回もレーティングに潜っていきます。前期の報告なんですが、結局最高レートは2097、最終レートは2010だったと思います。2010で終わりました。なので今回も気を取り直して、このパーティーで行きたいと思います。あのね、このパーティー、いつも通りの、いつも通りっていうか、まあ僕はあんまり使ってないんですけど、ガブゲンの、まあ、ゲンがいないじゃん、このパーティー。あれ？なんでゲンがいないの？このパーティー。あれ？スイク2回だっけ、俺。ファンタローさん対戦よろしくお願いいたします。まあ結構、テンプル寄りのパーティーだと思うんですけど、ガルーラの技構成ちょっと、まあ少なくとも僕はレートで見たことがない技なんですけど、多分使ったことがある人はいると思うんですよ。てか、まあ使ったことあるっていう人も見たんで、ちょっと、聞いた話ですけどね、これは。まあ、それはガルーラを選出してからのお楽しみということで、お相手のパーティー、ブラッキー、ヴァンギラス、ガブリアス、ギャラドス、リザードン、ジバコイルということで、こちらガルーラ先発に置きます。先発ガルーラ、クレセリーかな？ガルクレセニンヒアでいきますか。このパーティーの基本的な選出ですね。うん。スイ君出したいっちゃ出したいんですけど、しょうがないね。ファンタローさん対戦、お願いいたします。最近リザードンってみんな X のイメージがあるんですよね。さて。ジバコイル。これはスカーフボルチェンか、ブラッキーへの交換だと思うんで、ちょっと見せてやりましょうか。ブレイククローの強さを。見せてやれ。ブラッキー。あのね、グロパンで栄を上げてしまったらイカ様の餌食なんですけど、ブレイククローという技、威力75、命中95で5割の確率で B を下げるっていう効果なんですね。まあ5割を2回打つということは 100% B が下がるんですよ。どうよ。5つ目、2回目どう？2回だった。下がないねじゃん。くそが。おそらくお相手の方も、この初めて見るであろう技に困惑してると思いたい。ニンフィアで。なんか一回ブレイククローを使ったら、切断されたことあるんですよね。ブレイククローを使ったら回線をブレイククローされたっていう。月の光で回復。ここは、強気に公開未交換していい場面じゃないでしょうか。ガルーラにこう、ガルーラで、おそらくジバコイルのはず。ジバコイル。で、最初ジバコイルに対して僕ブレイククローを見せているので、ここは自信で突っ張っていいんじゃないでしょうか。いやー、でもさすがにもう一回ブラッキーで来るかな。5つ目のダメージ入るから、それもそれで美味しいですよね、読まれたとしても。もう一回ブレイククロー打ちますか。ブレイククローの追加効果とか分かってない。え？引っ張るか。ブレイククローの追加効果分かってるかな。ググったかな、もしかして。いや、こんな高速ではググれないだろう。ボルチェーン。メガネなんて結構入っちゃいますね。ブレイククローの追加効果知らない読みでブレイククロー打ったんですけど、それもちょっとダメだったか。ニンヒア、ニンヒア、読まれるよな、ニンヒアは。あ、でも読まれたとして毒が来るのか。だったらニンヒアでいいか。毒。ジバコイルって S 振ってんのかな？ S 振ってたら抜かれてるんですけど、ここはハイパーボイスぶっかでいいかな。月の光、お！それは、安直だぜ！各位置。まあ、注射はおそらく無駄注射でしょう。
ブレイククローガルーダなかなか活躍しないな。一回マンダロン B 下げて後出しを許さなかったのはめっちゃ強かったんですけど。ジバコイル、ここはクレセ出しましょう。クレセでガルーラを回復させるのが一番良さそうですね。あ、ちょっと待ってくださいね。はい、はいはい、すいません、親フラじゃない、妹フラでした。はい、ジバコイルのダメージ、ラスターカノンのダメージがこんなもん。なんかメガネではなさそうなイメージ、ダメージですねこれ。ここは三日月の前でいいかな。10万ボルト。うん。ここはガルーラを回復して殴っていきましょう。お相手のラスイチなんだろう。ディザカバンギだと思うんですけどね。まあ、ディザカバンギっていうか、まあ、物流系はジャラだと思ってるんで、メガ枠であるバンギかディザ、どれかだと思います。先制技欲しいんですよね、このガルーラ。俺のガルーラだけ技構成、技5つにならないかなっていつも言ってるからな。これ誰でも最初経験することだと思うんですよね。リザードン。Y かどうかですよね。X だと思うんだけどな。いや、X だとちょっと多すぎるか。あれが、特殊じゃなかった。あれが、なんだっけ？物理が多すぎるから、これ Y ですね。恩返しで。うん、よしよしよし。リザ X だったらね、鬼火読みでブレイククロー打ったりもいいんですけど。H ぶっぱガルーラだから、オーバーヒートも耐え、気合玉か！あ、当たらない。まあ、気合玉の、末路って言ったら失礼ですけど、まあ、こういう技だからしょうがないですよね。パンタロウさん対戦ありがとうございました。よし、続けていきましょう。このガルーラな、ガルーラっていうポケモン、本当に、先制技がないと結構きつい。トリルを張ること前提でこのパーティー組んじゃってるからな。トリルを張らなかった時のガルーラの抜き性能の微妙さたるや、なやって感じですよね。アイスさん対戦よろしくお願いいたします。ゲンガーに戻そうかなと思ったけど、このパーティースイー君でも割と良さそうだかな。あ、ツボツボおる。ツボツボか。お相手のパーティーがトリトドン、ニョロトノ、メルゴン、トノ、違う、ツボツボ、ツボツボ、キングドラ、バシャームというわけで。ヌメルゴンは装飾かな。まあ、一応雨でも、雨じゃない、ウルオイボディでも結構シナジーはあると思うんですけど、パーティー的に。まあでも、投資対策とかも兼ねて装飾でしょうね。これは、ニンフィア初手安定かな。ニンフィア、クレセリア、ニンフクレセ、ガルーラかな。ガル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 。バッシャーも重たかったかな。まあでも、トリール貼ってしまえばいいか。トリール貼るのが一番強そうですね。なんか最近、鋼の入ってないパーティー多いから、まあ入ってたらナットレイが入ってること結構増えたなぁとも思うんですけど、鋼が入ってないパーティーが増えた感じがして、ニーフィアのハイパーボイスの投入の良さがすごいんですよね。話すことないな。なんだろう。今更なんですけど、5世代から6世代に入って、この、ポケモン
ケモンがピョコピョコピョコしな、ピョコピョコしなくなったじゃないですか、なんか。先日画面で。悲しいですよね、ちょっと。アイスさん対戦よろしくお願いいたします。バシャーモ。いい。バシャーモの処理ができたら一番嬉しいですね。フレアドライブもハチマキでない限り耐えるので、ハチマキでも耐えるのかな？計算したことないや。まあいいや。ここはハイパーボイスで。守る。タスキやつかな。でもメガ枠こいつしかいないですからね。バトンタッチか、普通に。バトンタッチ、誰にバトンタッチするんだ。俺かな。1個目だ。さて、ツボツボ受からないんじゃないかな。さすがにツボツボといえど、こいつ素早さ種族値5とかですからね。素早さ種族値5ってもう動く気ないですよね、こいつ。降参がれられました。アイツさん対戦ありがとうございました。よし、もう一戦いきますね。ブレイククローガルーラ。スイ君を新しいしてくんないかな、相手の方。最近あんまスイ君の新しいって見ないんですよね。してるの僕ぐらいしか見たことない、本当に。まずスイ君で、ゴツメダメージ入らないからな、秘密の力って。その時点で結構、破綻してるところがあるから、スイ君としては。俺は山田テストを超える。山田テストって誰だ。おこえスリスさん、対戦よろしくお願いいたします。おこえスリスさんかな。お相手のパーティーが、ジュペッタ、ヤドラン、グライオン、ラッキー、バシャーモ、エアムド。さあ、このヤドランもね、カモ。カモなんですわ、これ。なぜかといえば、B を下げてしまえば、鉄壁の意味もないっていうことなんですけど、ただ、ジュペッタの鬼火が入ると、それは辛い。それは辛い。初手なんだろう、バシャーモかな、初手。いや、グライオン、エアムド。どれだ？わかんないな。初手バシャーモ安定ですかね、お相手の方。結構バシャーモが安定すると思うんですよね。ニンフィア、初手でいいかな。ニンフィア。いや、エアームでもあり得るだろう、でも、どうなんだろう。エアームの初手ってあり得るのか。まあ、エアームとか来たらドランではめてしまえばいいか。はめはめしよう。で、ガルーラを出したいけど、それは、ちょっと、ラッキーじゃなかった。ガルーラ出すとバシャーモが重すぎるか。バシャ来ないだろ。来ない。おこえスリスさん、対戦よろしくお願いいたします。ガブスイ君クレスでいて、このパーティーでバシャーも出さないでしょ。さあ、行くぜ。チペッタ。よし、読みは当たってる。冴えてる、冴えてる。くるっとまるっと見通し。ここは守ってくる可能性あるので、素直にハイパーボイスを、熱波しましょう。込めたか。誰だ。まあラッキーだと思うんですが、ラッキー、全然ラッキーじゃない。どんぐらい入るんだろう。割と入るな。思ってたより全然入ってる。これ2倍ぐらい入ってる、俺の思ってたより。電磁波独特、電磁波かな。電磁波がつって辛いのが、いないな、特に。電磁波でも大丈夫だから、ここ、あ、卵海安定か、お相手の方。どうなんだろう、ここって。いや、卵海はまだいいか。相手間に合うから卵海はないな。ハイパーボイスで。で、次卵海してくると思うんで、そこでガルーラに交換します。ドクドク。よしよしよし。ドクドクだったらなぁ、ドラン安定だったなぁ。まあ、電磁波の可能性あったんでね、そこは。なんとも言えないですよね。
ここがルーラ出します。あんまし悠長なこと知ったら、急所で落ちるとか普通にお相手の方あり得ると思うんでね。ここは、卵身ですね。オッケーオッケー。ジュペッタラッキーって見えてて、バシャンはいない読みをしてるんだから、もうここは、神砕くを打っていいはず。まあ、あってヤドランかなって感じですね。さあ、引っ込める。ジュペッタ。よしよしよし。HB ガルーラっていうのを使ってみたいんですよね、なんか。バシャームに強くなる。と、噂の。噂なんで、僕知らないですけど、本当に強いかどうか。B が下がる。これはあんまり意味ないですね。さあ、残り1体から来ると思うんですが、ラッキー、え？ラッキー？ラッキーか。それはラッキー。どうしよう。恩返し、でも落ちないですよね。一回ブレイククロー挟みますか。コウさんが言われました。ブレイククロー使わせてくれ！マジで。おこえスリスさん対戦ありがとうございました。もう一戦しよう。もう一戦。ワンモア。ワンモア。ワンモアプリーズ。ワンモアチャンスプリーズ。マジ。ブレイククロー、俺のブレイククローがもう、うずいてしょうがないの。マジで。お願いだからブレイククロー使わせてくれ。そういう病気にかかってるんだよ、今俺。よろしくお願いします、テスさん。はい。お相手のパーティーが、ボルトロス、ガブリアス、ガルーラ、ゲンガー、バシャスイ君。ちゃ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 、スイ君。スイ君、来たー。ガルーラを受けに来るであろう、スイ君。待ってました、君のことを。愛してる。ガルーラ、クレセ、ニンフィアでいきます。頼む俺に俺にガルーラブレイククローを使わせてくれ。てかこれニンフィア初手なんていいじゃね。いや、俺はガルーラのブレイククローを使うためだけに今潜っている。このブレイククローで、みんなのハートをブレイクしたい。へし折りたい心を。ちょっと馬車できたらどうしよう。どうしようもないよね。クレセに引っ込めるしかないですわ。でも、割とクレセに対するお相手の正解策ってないですね、これ。テスさん対戦、よろしくお願いいたします。来い。ボルトとか来い。初手。どうだ？おし、来たー！見とけ！ブレイククローで、なんだっけ？ B を下げる。あれ？居座る？あ、そうですか。いや、ボルチェンだわ、これ、ボルチェン。いや、ボルチェン、だよね。スイ君に交換して。電磁波。悔しい。違う。まあ、いいや。ボルトロスの B 下げてしまえば一緒だから。見せろ。ブレイククロー。おいおいおい、受からないぞ、もう、ボルトロス。この B ダウンによって、神砕くが非常に通りやすいと思いますね、今。ゲンガー呼んで。ボルトロスに対しても神砕く結構入っちゃうから、神砕く安定です。安定です。10万ボルト。なるほど。あくまでも偽ると。あんたはそうおっしゃる。めっちゃ下がるね。めっちゃ下がるね、B。よーし。ブレイククローガルーラ強くね？やばくね、これ。ガルーラ。やべえ。相手のガルーラどうしよう。ちょっと待って、真面目に考えるわ。
いや、ここはでも、クレセ安定でしょ。捨て身来ても、僕のクレセリアは、お盆なので、に対するはず。このクレセはね、ちゃんと厳選したってか結構粘ったクレセなんで、26から27の C は、まあ残念ですけど、他の箇所は V。グロパン。グロ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 。さて、反動もえげつないことになりそうですね、これ。どうしようかな。お相手の方の方が早いですよね。僕、無振りなんでね、このガレウラ。トリックルームから入りましょう。おっと、これ、捨て身打ってくんないかな。捨て身打ってくれたら、背部圏内に入ると思うんですよね。最近で。秘密の力、あー、捨て身じゃないか。捨て身じゃなかったか。もう一回身代わり打たせますか。怖いな。で、次、三日月の舞します。よし、これで敗北圏内に入った。三日月の舞。どうしよう。ちょっと待って、これガルーラ捨ての方が良くない？ガルーラ捨てて、リンヒアでいいはず。捨て身タックルだと思ってね、ちょっと最近で打っちゃったんですけど、秘密の力なら話は別ですね。さあ、ガルーラ落としてくれ。トリルはあと一旦残ってるはずなんでね。よし、ニンフィア。ハイパーボイス。ラスト一体なんだろう。ガブかな。よーし、ガルーラ突破。歪んだ時空が元に戻る。ついくん、よーし、これは勝ったんじゃないかな。ハイパーボイス連打で瞑想。なるほど、どちらが打ち勝つか勝負だ。いいダメージ。待てよ、ハイパーボイス、次瞑想かな。瞑想だろうな。でもハイパーボイスだな。急所に当てれてしまえば勝ちだけど当たらない。ここ眠ってきますよね。どうしようかな。ニンフィアで、ハイパーボイス打つ。あー、くそー、トリルのターンがもったいないな、もったいなかったな。眠られる、起きる、幻想ガン攻めされるって感じか。それだったら、クレステに交換する、電磁波打つ、見構えする。そっちの方がいいかな。そっ
っちの方が良さそうですね。ちょっと PB 増やしてないの辛いな。どのうち、それまでには結果が出るか。さあ、眠る。まあ、カゴですよね。身代わりを持ってたら辛いですが。ネットを、ご利用し、オッケーオッケー。身代わりがなければ何でもいい。レンジャー、よし。これで逆転してるはず。三日月の舞で。サイコショック連打の方がいいのかな。痺れて動けない。ここで痺れなくてもいいの。まあいいや。もしかしたら瞑想積んでたかもしれないですからね。ハイボ連打とミカ、シャイコショック連打、どれがいいんだろう。ショック連打かな。ショック連打の方が良さそうですよね。ショック連打しましょう。痺れて動けない。さあ、PP が切れる前に。PP 最大まで増やしてたらあれだったんだろうけど。さあ、ここで眠られたらもうきついですね。降参押すしかない。頼むぞ。しびれて！くっそー！負けたかー。悔しいなー、この負け。ブレイクローガルーダ、ブレイクローガルーダ言ってたのに。PP 的にはもう無理ですね。降参しましょう。テスさん対戦ありがとうございました。ちょっと悔しいですけど、今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。